今回は以前 Amazon で買った M.2 と PCIe 3.0 スロットの変換コネクタ付きライザーケーブルをデスクミニに装着し、 RTX2060 と RTX2060 スーターを取り付けて動作確認した時のメモ動画です。デスクミニだけでなく、例えば M.2 スロットがあるノートパソコンにも対応可能なので、新たに PC を購入するよりも低予算で手持ちの PC をパワーアップさせることができるのです。まあ、この M.2 のスロットにつけて PCIe スロットに変換するというものでございます。まあ、USB でいうとタイプ A からタイプ C に変わるような、そういうイメージですね。グラフィックボードはつけるんですけど、電源が必要なので、ね、まあ、つけるとこあります。インプットとアウトプットです。ハッピン、これはあのグラフィックボードにつけるやつですね。まあ、ここにアウトプットがありますからね、これにつけておきます。実はケーブルが分岐してて、かつ8ピンのケーブルが6ピン足す2ピンのタイプなので、8ピン足す8ピンもしくは8ピン足す6ピンの GPU にも対応してます。この意味は、8ピンは 150W まで電力供給可能なのですが、高性能ブラボを使う場合、8ピン1つでは足りず、必然的に8ピン足す6ピンや8ピン足す8ピンの組み合わせになるのです。これ以上は沼にはまるので、割愛。ちなみに、RTX 30シリーズの補助電源コネクターは、3070より上は8ピン足す8ピンの構成です。で、電力を供給する電源コネクターは、普通の24ピンです。出るんだっつね。作れた方がね、コンパクトでいいんですけどね、なかなか売ってないんでね、クロート仕様の電源ボックス買ってね、それをつけようと思います。これ基本マザーボードにつけるやつなんですけどね。あとこれは、まあ、パソコンの電源と連動して起動してくれると便利なものです。ただのケーブルは連動してくれず、 GPU につけた電源ボックスを自力で起動させ、その後 PC を起動させるのです。 GPU を固定する金具ですね。で、この3つにも火を使います。この穴じゃなくて、ここの下から通して、ここ穴があるんでね、これに、まあ、回してつけます。もう一回あるんで、これもつけときます。仮止めですね。話しからけど、もうすぐオリンピックか、なんか実感ないけど、時間経つの早いな。あとこの余ったネジは、これはまあ M.2 の予備のネジですね。ではデスクミニの四隅のネジを外して分解し組み込んでいきます。こっちが USB のケーブルで、こっちが電源につながってるケーブルですね。このライザーカードをデスクミニに取り付ける準備完了です。ちょっと掃除をしていきます。まあ、角にある4つのネジを取れば、この基板が取れます。取り外せました。ここの裏側にね、M.2 のスロットにね、変換のペアを取り付けようと思います。まあ、このライザーケーブルですけど、なんか裏側の方に端子があります。まあ、切れ込みがあるんでね、間違わないと思います。取り付け完了です。取り付けたらこんな感じ。ケーブルを曲げて基板の元に戻します。元に戻さず家族として使うなら、まっすぐ伸ばして使えば良いと思います。大丈夫。まあ、このアダプター取り付けたままケースの中で収めるのは不可能だと思うけど、ちょっとねチャレンジしてみようと思います。ピクセルね、すぐね、あの熱くなったので撮影停止しますって出るんだよね。全然撮影がねできてないんですよ今ね、ちゃんと冷房入れてるんですよ。壊れてるのかな、どうでもいいけどね。今これあの電源、まあ、本体とつないで、こっちは USB のケーブルとつないだ感じです。そうだな。あ、いけるわ。そんなキツキツじゃない、うん、あ、ここまでは閉まりますね。これ以上はちょっと無理ですね。隙間がないんで、こ
こんな感じです。こんな感じ、まあこういう感じに仕上がりました。あとはグラボを挿して、あとまあ電源を用意して起動すればいいかなという感じ。本体の電源と連動してくれるんでね、楽です。8ピン掛け1まで対応かなと思ったけどね、これ8ピン掛け2まで対応してるっぽい、電源供給、うん、RTX の3070とかそのあたりもいけそうな気がするよ。あ、これあの6ピンにもなりますよね。8ピンが1で補助電源で6ピンが1とかね、そういうグラボもあるんですけど、でラディオンは大体8ピン掛け2ですよね。どうしようかな、グラボを見に行くかそれとも釣りに行くから迷ってます。今日休みなんですけど、クルトシコのね電源を買いました。電源を買ってきました。グラボはまたね後日届きます。こんな電源買ったの初めてなんですよ。あ、ちゃんとケーブルついてた、一応確認したんですよ、基本ついてますって言われてたんで信じておく。ケースにつけるネジも入ってますね。買ったのはクロート志向のブロンズ80クラスの 650W の電源です。自作パーツは語ると泥沼にはまるので電源の説明は割愛。取り外しができないパターンの電源でしたね。ちょっとほどいてみますね。あれちょっとケーブル取り外せるやつ買うべきだったな。それちょっとしくじった感じです。しくじってはなく、むしろ後日自作 PC 組んだ時にケーブルの取り回しが分かり経験値が上がりました。私が使うのはこれか、24ピンの方ですね、これのみです。他のケーブルは使いません。電源ケーブル、こっちはコンセントを挿すという、ただそれだけですね。できるならこのケーブルが取り外しができる電源を買った方がいいですね。あとは GPU が来るまでだけですね。電源をそばに置いてライザーカードに取り付けます。こうか。よいしょ。まあこれでいいはずです。結構力入れたな。ブスパラで RTX 2060を買いました。グラボです。今秋葉原ですけどね。まあ帰ってね、これを取り付けようと思います。いやそれにしても雨がすごかった。なんかすげえどぶくさい。あといつもと違って川の流れが激しいね。ゲリラ豪雨があったからね。帰り道関係ないけどビッグカメラでスイッチ買って帰りました。はい、ただいまでございます。GPU と任天堂スイッチ買いました。でね。今はこの GPU をデスク上にね取り付けます。もうとっととやります。買ったのはこのパリットの RTX の2060です。撮影すげえ適当ですね、取り出せない。あ、こんな感じか。ユーザーマニュアルも入ってる。 あ、来た来た。できます。あ、すげえ、なんかグラボ買ったの多分人生で初めてだね、マジで。プラモデルみたいで見てるだけでもかっこいいです。フィルム剥がします。すごいですよ、うん、こうか、これ外しとくか。取りました。これでいけるかな。あ、いけたいけた。あ、普通に刺さった。じゃあね、この電源、今8ピンが2つあるんですけど、8ピンが1つだけでいいんで、これを挿します。デスクにも電源入れます。電源と連動してるんでね、他に必要はないです。やばい、かっこいい。はい、問題なくね動作しております。まあ、ただそれだけの適当なツイートです。
ディスプレイポートをね、この RTX2060 につけております。映像出力ができております。周り汚いからさ、あまり映したくないんでね、もう適当にしか映してませんけどね。あとじゃあちょっとゲームにもしてみましょうか自動で認識されてインストールされてます。便利便利。 GPU は2個しか認識してませんね。ラディオンは認識してない。あの RTX2060 だけですね。 Apex はどんな感じでできるのか試してみましょうか。スピードは全てじゃない、でもないと何も始まらない。まあ画質がいいような感じでやってます。肝心なのはデスクミニに、まあ、eGPU みたいにね、外付けのグラフィックボードをつけてゲームができると。本来外付けグラフィックボードがつけれないデスクミニに外付けの、まあ、グラフィックボードをつけてきちんと動作したということです。それが痛いがために動画撮ってます。シャットダウンしたらこれもね、シャットダウンします。ちょっとやってみましょうか。シャットダウンします。うん、切れました、ね、こんな感じで連動してくれてます。このボードはすごい楽です。うん、今日は4月の17日でございます。 RTX の2060スーパーです。開封ですが動画は適当です。またパリッとのやつですね。 RTX 3060と迷ったけどこっちにしました。GeForce RTX 2060 Super です。早速デスクミニにつけてみようと思います。ちなみにスーパーは無印と違い裏側の基板が保護されてます。尺長くなるので乾燥の様子はカット。手前が RTX 2060でこっちが2060のスーパーです。ドライバーはね、勝手に当たってくれるみたいなんで、ちょっとねドライバーインストールもせずにねつけて起動してみると思います。結果無事に起動しました。普通にRTX 2060スーパー認識されてます。問題なさそうです。最新のドライバーはこのソフトでダウンロードしてます。ゲームノートでなければ公式サイトからスタジオ版のインストールします。詳細は割愛。私が向かう場所はただ一つ、上さ。また一人苦渋を舐めさせちまった。こっちを探索中。私は健康志向なんだ。いい薬になる。周囲環境をマーク中。ここに敵がいる。新しいキルリーダーだ。V トルジェット1。目標の中にミサイル発射。今回のまとめですけど、電源とライザーケーブルと、まあ、カード、これがあれば新しいマザーボードとか買わなくてもグラボを取り付けられて快適に遊べましょうということですね。興味ある人はぜひ試してください。無駄な出費を抑えて最適の出費で、まあ、グラボが付けられるということなんでね、ぜひお試しあれではでは。今日は5月の2日ですけど雨がすごいです。5月2日、草津から都内へ戻った時の様子を少しだけどうぞ。ここの水路が溢れてる、うん、まあ、当然でも当然か。ちょっといろいろまだ、ね、釣りしたかったけどね、4時とかね。マインバーだ。新幹線です。
線がなんか回転しすぎて夜行バスに乗る気がなくなった乗車率はね、まあ、そんなにないんだけど、私人がいないところ席を予約したんだけど、ちょっと、ね、向かい側に人がいる。こんな感じで草津からはすでに板橋区に戻ってます。ご視聴ありがとうございました。ではでは。